ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して、暮らして腕が鈍ったのかライザー。助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザー大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたがな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。えい、もう手早くやっつけるよ二人とも。うん、これで伊藤で決める。はっ、くらえ。
わっわっよし、こっちは倒したぞ。フォースすごいな。僕、負けちゃいそうだよ。くらえ、下だ。スイングを上げる。いけるか。わっわっ、くらえ、だこれで見えちゃいなさい。二刀で決める。わっわっ、一撃倒せた。やるじゃんと。最後だ。逃げちゃいなさい。二刀で決める。それ、あ、しまった。二つよ。ガラキだ、貴様を斬る。まあ、二つよ。片付いたけど、やっぱりこの近くじゃ見たことない魔物だね。ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし、一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。アガテ、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザー、だとブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もうまあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ライザーが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はい、分かってます。いたわ。何これ、声どこから。いたわ、栄養術師く、いたわ。頭に響く、これは何、誰、何時、栄養を置いてる錬金の術師、手づからの鍵まで回転の内にいたれ。今のはライザー、帰るよ。今行く。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです。
その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが、驚いたな。ライザが徒労と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まあの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。が、彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。コローだって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロー、ライザー、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて想像しい、あの夏が始まる。なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボース、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりや。そう、迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、
港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザ、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、おまはあ、損壊の決意はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コロもさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。釣りの素材な。ほら、森で集まるかな。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。新たな舞台、新たな冒険。さて、今回はどんなものと出会えるかな。私は最高の錬金素材と出会いたい。さあさあ、集めちゃいましょうね。チヤー！どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。えい！チヤー！あ、いいもの手に入るかな。この辺りで薬の素材が取れそう。チヤー！
えい、よっ。必要な分は集まった。あとは隠れ家に戻って調合するだけ。早く作って持って行ってあげよう。いけないことがあったような気がするんだけど、メモとか残してないのか。私がそんなに几帳面に見える？一旦荷物を整理したいね。ライザが適当に放り込みまくったからな。素材よし、構えよし。それじゃあ始めよっか。どれにしようかな。材料は入れる場所は、何入れようかな。まだまだすごくなるかも。どこに入れよう。どれにしようかな。いい感じじゃ。よし、行け。これを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す。またあの時みたいな。頭にレシピがひらめいた。
えい、なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。秘められた力とかがあるのかと思ったんだけど、仕方ない。とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。ねえ、どこに行くのさ。移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。
これで平気だと思うんだけど。アガーテ姉さん、薬持ってきたよ。ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな、地震か。あんた空剣島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空剣島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザ？一体どうしたんだ？遅いぞ、ライザ。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すより、まず島の心臓に行こう。浮上装置が？分かってる。タオ、まだか？ちょっと待って、今見てる。干渉を受ける異常物体。やっぱりそうか。大体分かったよ。簡単に言えば、浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力？それって、もしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙ならちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。なんでございましょう？例のあれ、あれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか？そう、その速い馬。お手紙はお持ちでしょうか？ちょっと待ってください。はい、確かに受けたまわりました。あいつらに連絡したのか？うん、急いでたから人。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。タオとゴースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。
王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。ところへ。コロ、こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなった。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの、あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか？うん、全部は無理かもだけど少しなら手伝えるよ。本当か？それなら対岸にたむろしている魔物の総統を頼む。よし、任された。早速行ってみようか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。どうやら魔物も異変を察知しているみたいだな。僕らより敏感なのかもしれないね。どこに行こうかな。ねえ、どこに行くのさ。ここがいいな。小妖精というが実際魔物なんだよな。紛らわしい名前の付け方だ。さあさあ集めちゃいましょうね。さあ、サポートは任せて。行こう、ライザのお出ましだ。気をつけろ、ライザの錬金術期待してるぜ。二刀で決める。ちょっと不思議だな。いや、くらえ。二刀で決める。いや、最後だ。くっ、こっちは倒したぞ。いや、このさすごいな。行くぞ。僕、負けそうだよ。さらを切る。終わらせる。みんな、まだ大丈夫だ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。えい、よし、魔物は倒せたね。ああ、コローに報告するか。見つけた。どんな素材も無駄にならないからね。
いいもの手に入るかな。とりあえず集めておくか。ティアなかなかいい大きさじゃないか。発見。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。よっ。倒してきたよ。早いな。さすが錬金術師。感謝する。これは謝礼だ。毎度ありがとうございます。他に何かあればまたどうぞ。頼りにしている。それではな。頼りにしているか。ずいぶん昔と印象が変わったな、錬金術師さんよ。誰かさんがいない間も地道に実績を積み上げてきましたからね。確かにコロを見かけたら逃げ出していた悪ガキが大した成長ぶりだ。ほんと素直に褒めないんだから。大体あんただって一緒に逃げてた悪ガキの一人じゃない。そうだったかな。そっちはよく覚えてない。嘘つきなさいよもう。俺の嫌がらせが尾を引いてないか心配だったんだが。ねえ、どこに行くのさ。ここでいいのか。移動も多いし。忙しそうだね。ライザか。まあ仕方のないことだ。これだけの非常事態だからな。ん？何アガーテ姉さん。例の島ではすまなかったな。守り手と言いながらお前たちの足を引っ張るばかりで。あれはしょうがないよ。初めての場所だったんだから。それでも守り手の中には気にするものが多くてな。私もその一人だ。アガーテ姉さんも十分強いのに。褒めてくれて嬉しいが、私以外の連中もできれば腕前の底上げをしたい。そこで普通より丈夫な武器を用意してほしい。
訓練に使いたいんだ。なるほど、そういうことなら喜んで引き受けましょう。さて、どんな武器を作ろうかな。よし、こんな感じでやってみよう。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。さて、武器の素材はあったかな？なければ対岸まで取りに行こう。どれにしようかな。入れる場所は、材料は、マテリアル缶開放。何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。考えすぎかな。材料は、入れる場所は、考えすぎかな。どれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど、材料は、どこに入れよう。材料は、考えすぎかな。考えすぎかな。材料は、どこに入れよう。何入れようかな。何入れようかな。どれにしようかな。よし、行け。完成。
どれにしようかな。材料は何入れようかな。どれにし、よし、いけ、できた。どれにしようかな。メモとか残してないのか。私がそんなに几帳面に見える。ここにしよう。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。これで平気だ。これで、はい、ご注文の品。思ったより立派なものを作ってくれたな。ありがとう。これが報酬だ。毎度あり。結構切れるから気をつけてね。ああ、これをしっかり扱える程度には鍛えるよ。やあ、ライザ。見てたよ。守り手の武器まで任されるようになったんだ。今日のはたまたまだけどね。やっぱりみんなあの島のことで緊張してるみたい。ねえライザ、あの島ってやっぱり、うん、錬金術に関連する何かだと思う。そうだよね。もしかして遺跡とかも眠ってるのかな。みんなが来る前に一人で探索に行ったらダメだよ。島を動かす錬金術なんて危ないに決まってるんだから。分かってる。ちゃんと我慢してるよ。我慢するほどには行きたいのね。ひとまずこれくらいかな。今日のところは一旦帰ろう。